はい、どうも、成功法で負けない FX のりまるです。今日は、またね、失敗エントリーを送っていただいたので、それをね、あれこれと、一緒にね、考察していけたらいいかなと思います。よろしくお願いします。エントリー日誌、読んでいきますね。8月の27日、月曜日、週明けの動きですね。10時20分、1時間足でエントリーをしたと。エントリーポイントは5分足でタイミングを取ったというところですね。ポンドドルの売りをしたと。結果、マイナス7、マイナス34、マイナス34、マイナス70ピプスになりましたっていうとこですね。ポジションを3つ持ったってとこですね。はい。エントリーの根拠。トレンド2点目。リスクリワード1対1以上。サポレージ転換。フィボナッチ62.8%。日足4時間足、1時間足 MA の下。すべての時間足下を向いているっていうことですね。はい。上のポイントで1時間足の逆トレンドラインをブレイクした。5分足で、ダウの目線変化した2点目です。さらに短期足の逆トレンドラインをブレイクした。矢印の1.2850戻りエントリーをしたっていうことですね。はい。で、損切りを、直近の高安。一番足の直近の高値、にしたと。1.2850。はい。結果、トレードを振り返ってみて、負けトレード。で、シンプルにね、負けトレードって振り返ってもらってます。いつもね、この方はね、考察が、しっかりしてるというか、かなり硬い部分、いろんなね、要素が絡んだ部分でエントリーしているので、勝率が高い方だったりするんですよね。で、最近、レバレッジを高くして、こうやってね、複数ポジションを持って、伸ばすとこは伸ばしていくみたいなね、そういったエントリーをしている方です。はい。ではね、その部分を、一緒に見ていこうと思います。送っていただいた方はこんな感じですね。ポンドドルもこれが1時間足ですね。で、これが5分足と。タイミングを取って、この赤線かな。この辺りでエントリーしたってことですね。おそらくそのまま逆行して、ここで損切りをされたというところだと思います。それを大きい画面で見てみると、27日の、何でしたっけ？10時20分。27日、10時。この辺ですね。で、これが、4時間足の画像になります。で、ちょっとね、もう少し拡大して見てみようと思うんですけれども、27日の10時15分、20分。この辺ですね。10時半にしますか。この辺で5分足やってタイミングを取ってエントリーをしたと。いったところです。この日、週明けの動きで、ここですね、一回窓を開けて、上昇してから始まったっていうチャートですね。で、もう一度、大きい時間足から見てみると、こんな感じになっています。で、これ、一つ日足の動きですね。日足で見ると、ここで一回、ドーンと売られてきた流れの、戻り売りが入って、この移動平均線に当たって、一回、戻りが入ったっていうところですね。で、週をまたいで、次どうだったのかなっていうところだと思います。で、念のためね、一応週足を見てみようと思うんですけども、こんな感じね、かなり強く売られてるっていうところですね。週足を見てもかなり強く売られてると。一つ、見れそうな場面でしょうと、この底値圏のネックラインが、この辺りにあるのかなっていうところですね。1.27っていうかな。以前ね、こういった底値圏を作った位置の、ネックラインが、この辺りにありそうだなという、そのぐらいですかね。はい。で、日足を見てみると、こんな感じ。ちょうどその辺りのね、目標に当たって一回、反発をしたっていうところですね。ただ、ここまでね、これだけ強烈に売られてくると、やはりその先もね、売られやすいっていうのは、戻り売りがね、入ってきやすいっていうのは、あるので、売っていく戦略肢を持ってるのは、すごくいいですよね。
で、例えばこの日足のラインに、こう揉み合っている位置をずっとね、高値で、線を結んでいくと、こんな感じになるんだろう。今この戻り売りが入っているのがちょうどこの辺りですね。一応値段で言うと 1.30 付近。で、これがこの底値と安値、高値を結んだ、ラインにもなってくると思うので、もう一つこの辺りっていうのをね、もうちょっと意識された部分にはなってくるかなというところ。これ1.30ってところですね。今ね、チャートを見て客観的な判断をしてるんですけども、もう出来上がったチャートなんでね、何とでも言えるわけですけれども、やっぱりこういうところっていうのはね、過去にこう意識されている部分でもあるんですよね。ここでダブルボトムを作って、最高値を作って1だったりとか。この辺りの底を打ったりしても大体この辺ですよね。特にこの辺りっていうのは、週足とかね、月足レベルでこう揉み合っている位置でもあるので、かなり強く売られてきたとしても、この辺ではね、横の動きをする、一回反発をしやすいっていうところでも、あるっていうところですね。それは、こういった状況でも想定できるかなと。1.30付近、反発しそうかなと。この辺り、1.28付近、反発しそうかなと。そういったところは一旦、見て取れる場面だと思います。で、日足を見てみると、こんな感じ。で、ここを4時間足で見てみると、こんな感じですね。で、ここで急反発したっていうのは、結局これが長期のライン、長期の根っからですね。あとは週末の大きいっていうところで、おそらく急反発していったのかな、ってことですね。1週間かけて、上昇していって、週末金曜日かな、週末木曜日。木曜日、金曜日にかけて、ストンと売られて、週を終えたってことですね。で、週が変わって、の動きってところ。で、ここ1時間足で見てみると、こんな感じになってます。この辺りはネックラインとして見ていたんですけど、おそらくね、以前ここで、揉み合いを作って、チャートパターンで言ってもね、3度のような形から、この、高値挑戦しに行って、この高値、更新できずってところから、ズドンと売られた。それで週を終えたっていうことですね。で、その戻り売りが入って、週を終えたっていうことで、この戻り売り、すごくやっぱり売られそうですよね。で、ここで、何を考えるかというと、週が変わったっていうところが、一つかなっていうところですね。もちろんこれね、戻り売りポイントでもあると思うんで、戻り売り狙っていって全然いいと思うんですけども、で、多分ね、こういう切り上げを引いていたのかな、違うかな。多分そうですよね。で、そのブレイクしたあたりとか。違うか。もうほぼしない。こういう切り上げですかね。で、ここで、エントリーしました。で、このチャート、一つ注目したいのは、この週明けの、この安値ですよね。週明け下窓を開けて、ここから反発をして、高値を一回挑戦しに行ったと。で、この動きだけ見ると、週末でこう揉み合ってる流れだったりとか、一旦下を試してから、高値挑戦しに行ったっていう流れだったりとかっていうところを見ると、一旦ね、ここの範囲を抜けるまでは、様子を見ていきたいかなっていうところではあるかなっていうところですね。高値。この高値。しばらく引っ張ってみるとね、これが大体以前の天井圏に乗っかるんですよね。こんな感じの、レンジ。ここからですね、ここから週末の動きから、レンジを作ってきている状況なので、ここを抜けていった方向に、様子を見ていけるかなというところが、一旦見て取れると。もちろんね、何度も言うように、これ出来上がったチャートで何度でも言えるんですけれども、この週明けの動きっていうところは、やはり一つ特徴的な動きがあって、今までの流れから、ちょっと変わったね、新しい動きになりやすいっていうところもあるので、特にこの窓を開けてから、先週の高値だったり、揉み合っていっちゃったり、
今週の初めだったり、まあ、そういったところを超えるまで、トレースを見て、行きたいっていうところは、一つあるかなと思いますね。で、仮に、多分ここで、ね、5分足レベルでこういうところで、この切り上げをブレイクしたところでエントリーしたっていうところなんですけども、高値、こう切り上げてきて、ダブルトップを作って落ちてで、落ちてきたんですけども、ここ、抜けなかったっていうところですよね。うん。で、5分足でエントリーしてたとすると、一旦ここで、決戦かと。それはまあ今週の初めで、まあ、ここから反発してったっていう流れがあるので、この下見ていきたいとすると、ここ抜けてから戻ってきたところでエントリーしたいなっていうのがまあ一つですね。うん。これがまあベストですね、やっぱりね。理由としては、ここでまあ横の動きをした、揉み合ったっていう事実があるので、もちろん上に行くにしても、ここが抜けてから、押し目が狙ってくる。まあ、一旦その動きになりやすい。これはまあ週明けの動きの特徴ですね。うん。これは別にアンポンドローに限らず、いろんな通貨ペアで見て取れる動きだと思うので、そういったところは、まあ、参考にする部分があるかなと。で、加えて言うと、まあ、この先、ここでまあ横の動きをしてますよね。なかなか抜けないなと。なかなか抜けないなっていう動きから、結局ここがまあサポートになって、一旦こう、もう一段階上にこう上昇していったっていうチャートですよね。で、もう一回上位足を見てみると、今の部分は、こういうところですよね。で、直近の高値まで、到達してから、もう締め替えが入ってドーンと、1.30。この目標まで上昇していったと。ここですね。で、これが結局、大きい流れに対しての、まあ、この流れからの戻り売り。ちょっと強く戻ったっていうところですね。深い押し目が入って、戻りが入ったと。うん。で、これは、こういった急落の中でもよく見られる動きで、ここの急落の時にはこう、ちょこ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 下落をしていって、結局強い戻しが、なかったわけですけども、まあ、一番想定できるというか、見やすいチャートの動きとしては、ドーンと売られてる流れから横の動きをするということですね。で、もう一つは、まあ、強く反発していくと。強く反発していくときも、流れが変わる場面というのは、この押し安値ですよね。この押し安値を上抜けるまでは、今の流れは変わっていかないというところがあるので、例えばこの流れが、ぐーっとここまで上昇してきたとすると、まあ、すごくいい逆張りチャンスにもなるっていうところですね。まあ、冷やし、上位足の流れ、まあ、結構強いので、こういったところまで上昇する可能性は、まあ、一つあると。なんで、まあ、ここで、強くレバレッジを持ってね、週明けの動きで、こうですね、おそらく3つのポジションを持ったっていうところですけども、まあ、ここで、やめてもよかったのかなっていうのは、まあ、一つですね。うん。5分足でダウンロード変化をした、まあ、2点目。5分足って言いますか。5分足。こうですよね。で、10時20分。変化をした2点目。こういうことかな。こういうことですかね。ここからの戻り。この戻り売りで2点目っていうことですかね。うん。ただこうすると、ちょっとここね、横の動き、まあここでね、レンジを作っていたので、さっきのところ、こうですよね。ここでまあレンジを作っていたので、この上を抜けるか下に抜けるか、それまでちょっと様子を見ていきたいと思いますね。ただまあここで、まあ高値を切り下げてきたっていう流れだったり、ここを更新できなかったっていう動きがあるので、まあ、一旦このレンジの影、こうやってここまで下がってくる可能性は十分考えられるかなと。ここまで30ピックスぐらい。うん。で、やっぱりね、5分足の、まあ、5分足というか、タイミングを測って5分足でエントリーしたとすると、まあ、この辺りに一つの目標を置くのが、まあ、一番良かったかなというところですね。で、目標を置いていたのが、ありがとうでちょっと書いてないのかな。1.2857。損切り。1.2857。1.2857。あ、ここですね。この辺か。ここで切られたんですかね。
もう一つ。1.2885。2.88、2.88。まあ、このちょっと上ってことですよね。うん。で、まあ、二つ目の決済、損切りポイントですけども、仮にここにしたとすると、このレンジを上抜けてしまうと、この天井圏、以前のこのネックラインより上に入ってくるわけで、ここを抜けて、まあ、さらにこういうところまで進んでくる可能性は、まあ、出てきてしまう、というところですね。で、まあ、売りの選択肢を持っているとすると、まあ、高い位置から売りたいっていうのはあるので、ちょっともったいなかったかなっていうのは、まあ、ちょっと今、率直な感想ですよね。うん。まあ、けど一応こういう、こういった切り上げを引いていたのは、多分こんな感じのラインを引いたと思うんですよね。四時間足。で、その四時間足の切り下げ等があったとすると、そこからは、まあ、売り、いい目線を持っていけそうですけれども、四時間の切り下げというところは、まだない。うん。仮にここで四時間の目線の変化を取るとすると、これですよね。ちょっと、色を変えようと。緑。まあ、この上昇、まあ、そこを打ったところから、ちょっとね、押し目にするには弱いですけども、ここでちっちゃい押し目を作ってたら、この急上昇からの 60.8% とすると、ここですよね。で、ここから今、あの押し目買いが入っていたと。うん。まあ、流れとすると、それが、見やすいところですね。で、この下落の流れ、この上に対しての60.8%、まあ、これは大きく上抜けているんで、今、この4時間足の流れは、まあ、上に向かっていったっていうことですね。うん。で、まあ、一応ね、4時間足の流れを主軸にしてる、トレードを推奨はしているので、この4時間足の流れっていうところを見ると、もう締め替えを狙っていきたいのか。で、売られやすいのは、まあ、冷やしレベルの戻り入りポイントなんで、まあ、このあたり。まあ、売られやすいですよね。うん。ただ結果的に今強い、押し目買いが入って、まあ、冷やしレベルで一旦、まあ、強く上昇していった。まあ、強いトレンドというよりもね、まあ、この戻りが強かったっていうところを、まあ、見るのが、まあ、ベターかなということですね。これはね、どの時間軸を主軸にしたり、するかによってね、全然、まあ、チャートの見方って違うわけですけども、一つ、四時間足を、まあ、メインにするというか、まあ、流れを見ていく上で四時間足を見ていくとすると、この場面というのは、押し目買いのポイントでもあるということですね。ただ、一回この急落を受けているので、まあ、しっかりとこれ、反発反転の流れを見てから、押し目買いを狙っていきたいなと。で、まあ、その先、まあ、週を、またいで、流れを見ていたところ、まあ、どうなったのかというと、ここですよね。ちょうどさっき言った横の動き、レンジでサポートして、でこの切り上げに乗って、押し目合いが入っていったと。ここ結構いいですよね。うん。まあ、もちろんね、これ、出来上がったチャートなんで何とも言いますけども、レンジを抜けていった、ここの横の動き、週明けの動きとして、この上下のレンジを抜けていった。このネックラインの上に抜け出たっていうところから、押し目が入った。この位置。まあ、ちょっと深いですけどね。1.285 ぐらいかな。1.285 ぐらい。うん。ここっていうのはすごく、まあ、今、このね、チャートを客観的に見返した状況ですけれども、すごくいいかな、っていうところですね。うん。で、まあ、これだけ考察してね、バックテスト等を繰り返して、まあ、自分の中の形というところで、おそらくエントリーしていただいているので、まあ、全然それ自体はね、悪いものでもないですし、いいというところですけども、まあ、この場所に関して、まあ、ここまでレバレッジをかける必要は、ちょっとなかったかなと。うん。で、特にね、週明けの動きなんで、まあ、そこまで明確な方向性を出すのには、ちょっと動き出してくる必要がある。
週明けから流れは変わってね、一旦強く戻したり、強く押し込んできたり、というところは、よくある動きなので、それを想定して上でちゃんと見ていったりすると、仮にここで5分足でエントリーしたとして、目標はここまでと。その後、ここで揉み合った後に、例えばね、さっき書いたんですけども、下がってきて戻ってきたところでこういう、こういうところで、追撃の動きをするとかね、レバレッジをかけていくっていうのがすごくいいと思うんですけども、この時点で、3つのポジションを持つ、レバレッジをかけるっていうのは、ちょっともったいないかなっていうところですね。理由としてはね、上に行く可能性も、下に行く可能性も、ここだけ、1時間ないし、30分ないし、5分足見たとしても、ここを抜けてこないことにはちょっとわからなくなってきたっていうところ。で、加えて言うと、下から来てる切り上げ。これに乗って今はね、下から上にチャートが動いていく可能性が、やや高いと。それは一つ見ていくべきポイントですよね。一応上から来てる切り下げに乗って、結局こういう流れでね、この4時間の締めが入って、もう締められが入っていったっていうチャートには、なってきてるのかなってことですね。なので、ここでもいいでしょうし、ここはやっぱりね、いいですよね。で、この1.30っていうのが、日足とか週足レベルでの、強い抵抗体ですよね。で、ここまで来ると、やっぱり売られやすいと。ただ、ここまで来てもね、この売りの移動平均線、下に抜けてきて、まだまだ剥離している状況なので、強く戻る可能性、全然ありますよね。日足で見ると、一旦、上に抜けてくるか。一旦この強い動きが、ちょっとここで止まったかなと。1.26、このあたりで、一回休息するかなと。今強くね、戻り売り、上位足の戻り売りで入ってますけども、仮にこれが底を打って、こういった位置で、すでに切り上げてくるような流れになってくると、反転する可能性も出てきたのかな、ということですね。正直ね、この先ポンドがどうなるのかっていうのは、わからない状況ですけども、これが EU 離脱でつけた史上最安値ですよね。1.14ってところかな。そこからはっきりとそこを打って、ここまでこうじわ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 、だら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 上昇してきたと。それが一旦強くね、締めをつけてきたというか、強い下落、調整のような流れになって、これもネックラインも落ちてきたんですよね。でも大きい流れで見ると、ここから上昇していく流れの、60.8%付近の締め買いの候補にはいるのかなと。今、移動平均線、月足レベルで抜けるか抜けないかっていうことですね。陰線繋がってますけども、チャートがね、ズドーンと一直線に動くってことは、極めて稀なので、やっぱりこういったところで、どっかのタイミングで、仮にこれがね、締め買いで上昇していくっていう流れではなかったとしても、一旦反発していく可能性が高そうなのが、1.28付近。1.27から28付近だっていうところですね。一旦ここを一つ頭に入れておいて、チャートを見ていく。さらに言うと、4時間足での流れっていうのが、今、このあたりから一回上に向かっていったので、その流れを考慮するというところ。で、5分足の流れっていうところを見ると、週明けの動きから、週末からですね、この辺りで、上髭つけて押し返されたりとか、下、反発したりとか、ちょっと横の動きになってきちゃうっていうところですね。で、これはこういった流れで見たとしても、ダブルトップを作って、下がりそうだなと。ここをこうやっていくと、どんどんいきそうだなっていうところを、見ながら、抜けないのかな、というところで、上に抜けていったと。この結果を受けて、やっぱりね、この切り上げの4時間足からの押し目買いをやっていった方が、結果は良かったかな、ということですね。ちょっとダラダラと喋ってしまいましたけども、結果を見た上でのチャート分析っていうのは、もちろんね、チャートが見えてるんで、あれこれと言えてしまうわけですけども、ただ一つ、その4時間足の流れ、というところを見ると、移動平均線の下って書いてありますけどね。これを下と見たんですね。ただまだここっていうのは、
この上昇からの58%っていうところで、流れは変わってないわけですね。これはまあ一つ大事なところかなと思いますね。特にこういうところの、まあ、連鎖展開ですね。まさにこれが、この安値の高値と引っ張ってきた連鎖になっているような状況で、ということですね。支えられて、サポートされやすい場面にはあったりする。で、まあ、どんな場面でもね、逆のポジションを持つっていうのは、そんなに悪いものではなくて、まあ、どんな場面でもね、売ってる人もいて、買ってる人もいるんで、そこに関しては特に、悪いことではないと思うんですけども、特にそこでね、まあ、繰り返しですけど、まあ、ここまでレバレッジをかける必要はなかったからね。で、下に行くのであれば、さっきのこのレンジを抜けてからの戻り、仮にこれを抜けてくればね、4時間足レベルで、まあ、明確に流れが変わってきそうなもの。ここをまあ戻りの、まあ、1点目、2点目とすると、この安値を抜けてくるとトレンド、4時間のトレンド発生する。そこまで待ってもよかったのかなっていうところ。こういうところですね。で、その戻り売りがあると、この直近の安値、この辺りのラインまで行ってみなくていいのね、見ていて、それが大きい流れが見込めたかなというところだと思います。そう思うんですかね。まあ、考察をね、いつもいつも、きちっとしていただいている方なので、特にね、まあ、問題はないというか、だと思うんですけど、まあ、レバレッジをかけることによって、例えばね、今までこの、歴戦の強者で、何年も勝ち越してきたような人でも、こう、まあ、レバレッジをかける、まあ、投資資金を増やすことで、ちょっとね、判断が鈍るっていうことも、よくあるんですよね。これを払拭するにはどうするかっていうと、まあ、少しレバレッジを下げると。適切なレベルに下げると。まあ、ここで言ったら、まあ、3つのポジションを持てるような資金管理、資金量を持っているのであれば、トレードプランを持っているのであれば、まあ、一旦1に戻すと。で、まあ、その先は、抜けて利益が乗った状態から、売買、さらにね、追撃のエントリーすることで、まあ、利益が乗った状態でレバレッジをかけると。それがベターですよね。もちろん自信のある場面だったり、トレンドブレイクから、2枚3枚とね、レバレッジをかけていくっていうのは、これは、いい方法ですけども、この場面を、特にね、例にすると、週明けの動きだったり、4時間の切り上げだったり、レンジを作ってきてるっていう状況を見ると、そこまで、レバレッジをかける必要は、なかったかなというところ。が、まあ、客観的な感想ですね。ちょっと長く喋ってしまいましたけども、ポドドル、今回の考察は以上です。まあ、何らかのね、参考になれば幸いです。それでは、また更新します。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。